えそれではあの改めて、えー、おはようございます。えー、また今日の授業を始めたいと思います。えー、まあ前回はあのまあ戦闘神話というまあジェントン神話あのこれはまあ幽霊のお化けの話だったので、えー、ありますけれどもまあ今日はあの三元という、えー、白話小説ですね。これからあのいくつか白話小説の、えー、話になってきますが、あの今日はまず。 えー、その「三元についてのお話ということになります。で、あのーまあ、この「三元という小説はあの、まあ、もちろん説明するまでもないとは思いますけれど、あのーまあ、これはあの「まあ、風貌流」えー「本門論」 が編集をして、えー、した小説集ということになります。まあ、不ま流はあのまあ1574年から1646年というぐらいの人ですけれども、あのまあこの人は蘇州の人。 えー、蘇州の人ということです。で、あの、まあ、1574っていうのはまだ明王朝の時代ですよね。それで、えー、1644年に明、えー、王朝が滅んでますので、まあ、本当にこの人生涯の最後に明、えー、から清へ移ったという、まあ、そういう頃の、まあ、まさに明末の人と言っていいと思います。で、あのー、この不法流は、あのー、まあ、取りもかくにも。 えー、著作は非常に多いわけですけれど、まあ、特にですねあのやっぱりこの小説集の三元とかそれから、えー、これはまあ白話小説ですねそれから「木、え、簡、ー、祭」犯「モーハ えとこの「木関祭」っていうのがあのまあ風防流の何ていうんですかね最後という「呉」ということになります。で「木関祭低本伝記」といういうのがあってまあこの「チュアンチ」もいろんな意味がありますけどあの風防流の場合はこれは戯曲ですね。いいろろな あ戯曲を彼、まあ、自身もあの作っているわけですけれどあのいろいろな戯曲を収めたその「牧敢祭定本伝記」という、まあ、そういうのを作ってます、まあ、要するに戯曲とか小説、まあ、そういう世界で、えー、一番有名といえば有名な人だと思います。でそれから、あのーまあ、その他にですね「えーまあ、三歌なんていう、まあ、これはあのーまあ、蘇州の民謡ですね。 まあ、そういうのを集めた、えー、参加というのを編集したりもしています。えー、このまあ参加というのが、まあ、たまたま私のえっ、ー、と博士論文ということになってるんですが、えっ、ー、と蘇州語で書いてあるんですね。これがね。あの蘇州の歌だもんですから。まあ、そういう珍しいものです。で大体。 えと戯曲とか小説とかこう歌謡とかですねやっぱりこういう一種の、えー、通俗文学というようなもので、あのー、特によく知られている人だと思います。えー、とただあと他にもですねあの有名なものとしては「まあ、知能」なんていう本が、えー、あります、えー知というね。知能というねこれはあの、えーと 彼とにかく非常にたくさんの本を編集したりなんかしてるわけですけれどあの、まあ、古今中国の昔からあー今までに至る、まあ、このとにかく「地」ということですねでこの「地」ということに関する、まあ、お話エピソードを集めた「物語集」みたいなもんです。こ、えー、これはあの実は実、まあ、今この三元 に関しては、まあ、日本文学にも影響がいくつもありましたけれどもあのこの「知能」というやつがねあの実は日本でも出てるんですね、えっと、和国本が、えー、ありますで特にあのこれはまあ幕末江戸幕府の終わり頃に、えー、これは「甲板といってですね、えー、っとその「笑平作学問所」 江戸時代のまあ大学みたいなところであのこれ出しているんですねでこれはまああのなぜだかっていうのはよく分かりませんけれどあのやっぱりその江戸幕府がひょっとしたら潰れるかもしれないというまあそういう危機的な時代だなったのでやっぱりそういう,こう中国のまあこう知恵の世界というかね歴史大のこう知恵の世界にえこう何か えー、救いをというかこうヒントを求めようとしたのかもしれないという、まあ、そういう気もします。えー、それからあとはあのー、不暴力ちょっとこっちへ行きますけど「あのーえー、と上司類略」というようなねこれはあのーまあ、要するに古今東西の「 えー、まあ女性に関する、まあ、あるいは色恋と言ってもいいのかもしれないですけど、まあ、その女性に関する物語エピソードを集めた集ですねこれはまあ女性と言っていいと思います。でだから まあこういう知能とかいうのもあのそういう知に関するお話をものすごくたくさん集めて編集まあそ,れそれなりにこうえと整理をしてグループ分けをしてですねえ分類をして編集しているそれから女性に関する話なんていうのだってえ中国の大昔からこう明代までですからものすごくいっぱいあるわけですね。そその話を全部集めてきてそしてきし例えばこれは 女性のそれこそその女性の幽霊の話であるとかね、丁寧な女性の話であるとか、あるいはもっとその怪しげな女性の話であるとか、こういろいろ分類しているわけです。だ多分この分類するっていうことがね、あの多分彼なんかでは非常に大事なあのだからそのただ集めてきただけっていうんではま何にもならないんですけど、それをこうえ自分の 頭で考えて、こう分類してるっていうところがね。あの、彼の仕事の面白いところだと思うんですね。これは多分、まあ風貌流に限らず。え民代にものすごい本がたくさん出るわけですけど。あの、やっぱりこう、非常にたくさんの情報を集めてきて、それをこう。整理して、一つの本にまとめるっていう。まあ、そういうことをやっているわけです。で、それからあと。 あのまあこれ他にもいろんな本がありますけど、まああのえっ、ー、とショーフシアオフというまあこれはあの、えー、笑い話集なんですね。こんなものも編集してます。昭和集ですね。 であの日本人は、まあ、この間あのお化けの話が好きだっていう話はしましたけれどもあのこういう笑い話も好きな人たちで、えー、日本であのだからあそれでこの「娼婦」っていうのはあの江戸時代にこう何種類もやっぱり和国本が出てるんですね。 えー、一種えもこの娼婦の和国本が出てますでこれはあの例によって「返、えー、り典」送り仮名がついて出てるので、まあ、ちょっと漢文を勉強した人は誰でもこの笑い話が読めるように、まあ、なってるわけですね。であの日本で、まあ、これは今でもありますけどあの落語っていうのがあるんだよね。落語。 え落語家というのがいてですね。まああのこれはまあだい一人でえ面白おかしい話をまあするわけですね。でそのえっと日本の落語の中にはまあいろいろこう決まったお話がいっぱいあるんですけど、その中でですね、まあ割と有名ないわゆるネタというやつだと思うんですけど、あのマンジュ怖いっていう話があるんだね。 えー、饅、ま、頭怖いっていうお話があるんです。まんじゅうま満、あ、島ってうね。なんか中国語の満島って言うと、なんかあのなんですかね。中に何も入ってないこうパンみたいな感じのものですけど、この同じ満島という字で、これ日本では饅頭と呼んで、あの饅頭、ま、はだいたい中にあのあんこですね。本当えー、が入ってて、まあ甘いお菓子なんですよね。で、その饅頭怖いっていう。これだから。 マンじゃなくてまんじゅうなんですけどまう怖いといとこれはあのえっとなんか江戸時代ってみんな暇な人たちがいっぱいいてえ何人かの仲間が集まってですねえとみんなその自分はえ何が怖いかっていうことをみんなそれぞれこう言,い合い言い合うわけですね。でまあ,ある人は例えばその蛇が怖いとかねえ毛虫が怖いとかまあみんなそういうことを言うんですけど。 ある男が「僕はまんじゅうが怖い」とこう言うわけです。でそうするとそ,のそれを聞いた他の人たちは「じゃああいつをちょっといじめてやれ」ってこうなんかどうしてそういう話になるのかよく分かんないんですけどそのあいつをちょっといじめてやれっていうことで,でその男をその狭い部屋に閉じ込めてですねまんじゅう饅頭をいっぱい <laughs> その部屋にえまあ置いとくわけですねで。でよく見てると あのその男はなんかそのまんじゅうをむしゃむしゃ食べちゃうでなんでって言うとそのあまりにも怖いからこう食べてなくしちゃおうと思ってるとかなんとかまあ言うんですけどねで,、えー、で最後にあの「お前そのまんじゅう怖い」って言ったのはその嘘だろうってこう言うわけですあので本当に怖いのは何だって言ったら、えー、渋いお茶が怖いというのがオチということになってるんですけどね甘いものを食べたら。 お茶が飲みたくなるでしょ。だから、その、今度は、あの、お茶が怖いって言って。え、うという、まあ、そういうお話なんですけど。この、えっと、饅頭怖いっていう、お話の、その、元になってる。話っていうのがね。これは、その、この、まさに風貌流の、この、娼婦の中に。え、饅頭を恐れるっていう話が、あるんですね。だから、あの、そういう意味でも、まあ、結構、その、まあ、三元、風貌流の三元は。 日本では影響があるし、まあ、それからまあこの知能なんかも、えー、日本で勧告されたりしてるし、まあ、それからこの商風がね今の日本の,あのこれは決して「まんじゅう怖い」だけじゃなくてほかにもあの日本の落語ネタになってる話はあるんですけどあのこういうものの、えー、元になってるっていう意味で、まあ、あのこの「風貌流」っていう人は日本の「 文学にもあの割と影響があるという感じの人だと思いますね。あ全然関係ないんですけど、あのこの知能という本のあのこの和国本があのどうも中国にもう一回渡っているんですね。でそのえっ、ー、と中国のあのかな有名な、えー、毛沢東、毛、え、中、ー、シー。 その毛沢東があのこの知能を読んんででたらしいんですねでその「がその知能」を読んでそしてあのところどころこう書き込みをして、えー、いるらしいんです。でそういうようなあのその「知能」つまりその「毛沢東」が「ン、能」を読ンでいるらしいんですが えー、もともとその読んで、えー、その毛主席のこう標語が入っている「その知能」っていう本があの中国大陸で永印されてね永印本が出てたりするんですね。それで、あのー、まあ三元というものの話にまあなりますがえー 三元はまあ言うまでもないと思いますけれどあの三言というのは「三元という名前の本があるわけではなくてえ三つの本のまあ総称ですよね。その油性名言と 名言これは実はこの「油性名言」という本はあるんですけれどあの今完全な形で伝わってるわけではなくても、えー、ともとこれはあの古今小説という名前で一番最初に出たらしいんですね。それで、えー、とそれが次に「えー、と形成通言」というのが出ますけどその段階でどうもこの「 えー、全部、なんとか弦にしようということになったらしくてですね、あのー、前のやつも「油性名言」という形で出てるんですがこっちはあのー、今残っているこの油性名言は、まあ、あこの古今小説もこの後のやつも全部 40, 40ペンずつお話が入ってるんですけどあの油性名言はその40ペン入っているのがないんですね。こう後から入ってな 少し短くなって、二十四ペンぐらいしか入ってない。ですからまああの一応カッコ付きなんですけど、えー、それから形成通言、それからえっ、ー、と生成光言という。えっ、ー、と結局この。 のののととと通いうこで署名が全部最後「何元何というので終わっているということで「三元というふうにまあ言っているわけです。であのまあ古今小説ですけどこれはまあ40編の話が入っているし形成通言もまあ40巻40編。 の話が入っていていですからえとその三元全体としては120の,あのまあこれ短編白話小説というふうに言ってますねですからあの物語が入っているということです。だからまああの白話小説っていうふうに大きく言ったときにえまあ一つは「水古伝」とかね「三国志」なんかみたいにこうものすごい長い一つの物語でものすごく長いものが 一つありますけどこっちはそうじゃなくて一、えー、つ一つの、えーまあ、短い完結したお話が、えー、40編あるいは120編こう入っているという、まあ、そういうものです。であのよく、えー、とこの3弦とですねこの後に2拍っていうのが出るんだね。まあ、両拍というふうに書くこともありますけど、えー、これはあの、えー、と両,両毛書という風防流ではなくて。 えこの風貌流の後を継いでですねえ両毛書という人がえこれはあの諸国え白安狂気というんですねそれからえと二国え諸国白安狂気二国白安狂気というまあ,あのこれもやっぱりこの「パイアンチンチー白」という字を取ってですね「二白」というふうに え言ってるわけですねつまりまあこの話を読むとあんまり面白くてびっくりしてこう机を叩いてえ驚くという、まあ、そういうような署名ですわね。で、あのー、この、まあ、諸国白庵、えっと、狂気もあのそれぞれ40編ずつ入っていてでただまあ正確にはあのこの二国白庵狂気の一番最後の編っていうのはその小説ではなくて「 あの戯曲なんですねお芝居のテキストが入っているので、まあ、正確にはあの、えー、と小説としては39なんですけど大、まあ、雑っぱに言えば、えー、この「三元二白」というふうに言われる、えー、この小説集があってでこれは全体でだから200、ね、約200、まあ、正確には199の小説が入ってるわけですね。でえー、と後に えとこの三元二泊から「金庫期間っ,っていう小説集が編集されるんですね。でこっちがえこれが40編つまりまあもともと200編話があったものの中からまあこれはいいっていうようなやつをこうえそれぞれこう抜き出してですね そ金庫期間」えー、と,ンンという「真空沈管」ーーという、まあ、こういう小説集が、えー、作られるわけです。で、あのー、実はまあ、あのー、この「金庫期間」というのが、あのー、作られてで割とですからこう三元の話の中であの有名な話だから例えば「あのー、マイ・オとラン トゥチャンホアクイ、まあ、バイユロ、えーオイランを独占するなんていう話とかですね。それから、あの、トゥシーニャン、ええー、ト十条の話とか。まあ、そういうのは、大体、みんな、この、金、え、庫、ー、禁錮期間の中に、まあ、収められちゃっているわけですね。だから、あの、この。三元から、まあ、その、まあ、やっぱり、三元二泊って、これ全部読もうと思うと、やっぱり二百もあるしね。それから。 それぞれぞ々一応別々の本でしょだからなかなかこれを全部読み通すっていうのはまあ大変だっていうので結局この禁錮期間が出ちゃったあとはこっちの方がこう流行るというかね禁錮期間があのいっぱい流行するようになっちゃうんですね。と今あのこ今例えば中国のえ小説の「半本の目録」って っていうようなものがありますけれど、あのまあ実際はひょっとしたらもっとあるかもしれないんですけど、この金庫期間の、えー、テキストだけでですね、80種ぐらい今分かってるだけであるんですよ。えー、それだけつまり何度も何度もいろいろな本屋さんからあのー、出されたということなんでしょうね。でまあですからあの金庫期間は非常に流行して、えー、三元のマフボリュや両毛書の物語みんなこう金庫期間を通して。 読むように多分なっっちゃったと思うんですねでただ、あのー、これ、えー、と実はこの禁錮期間に入ってない小説っていうのがいっぱいあるわけでしょ160あるわけですから、あのー、それはそれで実は結構あって例えば、えー、と今日これからあ、えー、とでお話をします「あの白蛇伝」の話があるよね。 えー、その白蛇伝の話はもともとこれ「形成通言」というやつの中に入ってますけど、あのー、な,ぜなぜか、えー、とこの禁錮期間の中には入ってないんだね。だけど白蛇伝の話はそれなりにこう誰でも知ってますでしょだから、あのー、結構その単行本の中で、えー、流行したというものもまあないわけではないと思います。でただまあ あの実際はこう禁錮期間がものすごく、えー、流行してで、えー、中国ではですねあのこれ不思議なんですけどあのこのいわゆる三元二泊のテキストっていうのは、まあ、大体民末の時期に、まあ、いくつかこうテキストが出ますけどやっぱりこの一回禁錮期間が出ちゃうとですねなんかみんなこっちに <laughs> わっと行って、えー、あんまりこの。 もともとの三元っていうのが読まれなくなっちゃう。つまり、本がもう出版されなくなっちゃうんだね。で、だから、中国では、あの、なんか、この三元二白、いわゆる、もともとの三元二白というのが、えー。ほとんどなくなってしまうんですね、えー。忘れられてしまうというようなところがあったと思います。で、これが、あの、まあ、二十世紀の、初めぐらいに。 えこれ日本に実はみんなあったんですねこの三元の原本みたいなのがね。で、えー、とそれで日本の学者の、まあ、特にあの、えー、とその頃東京の、えー、帝国大学の,その中国文学の先生だった塩野屋恩という人がこれ塩野屋というんですね恩。 えー、塩野谷温先生が、あのー、要するに日本の図書館で、えー、この三元の,の元になるテキストが実はあるんだということを、えー、発見発見っていうんでしょうねこれはねあの見つけられてそして、えー、と論文を書いてそれを紹介されたわけです。で,、あのー、ですからこう なんていうのかな、まあ、それはだから結構その中国の学者なんかから見ればえとそういうものが新しく出てきたっていうのは大きな事件でえその魯迅がえと中国小説史略という。 ロジ,ンロジン先生はまあ小説家、ね、あの作家として有名なんですけどあの実は中国で一番最初にこの小説なんていうようなものをあの大学で授業をやったっていうのがこのロジン先生なんだね。えー、と北京大学で、えー、1920年に あの初めてそのその時のまあテキストというか事業のあれが「中国小説史略」という形で出てるんですけど、えー、最初彼が事業をやった時にはまだこの塩谷さんの,あのこの三元が発見されていなかった紹介されていなかったんですね。えー、で、えー、とこの「中国小説史略」にもいろいろ版本があって。 えー、その後増補版が、まあ、1935年だったかなぐらいに出るわけなんですけどその時に、えー、この塩谷の先生の、あのー、研究成果っていうものを入れて、まあ増をしてるという、まあ、そういうような、あのー、ことになってるのねだから、えー、小説史略の新しい版を見ると、あのー、その塩谷さんがこういう発見をしてっていうようなことがちゃんと路人も書いているということであります。 でこれはあの実はあのこの「三元に限らず」っていうところはあるんですがあのこういうこの時代の小説ですね、えー、の割と珍しい版本っていうのが、えー、と中国ではもうなくなってしまって、えー、日本にあるというそういうのが実は結構他にもいっぱいあるんです。ですから あの小説の半本研究をするにはまあ日本にいると結構いいっていうところ今ねいろいろイン本とかなんか出ているのでそんなに苦労はないんですけどあのいいところがあると思います。でこれはおそらくあのつまりこういう小説でしょあの昔のねでこれは多分今の,あの感覚からすればあの何でしょうねあの漫画。 コミックあの台湾でも本屋さん行くといっぱい売ってるよねあの漫画ね。でああいう感じのもんだっていうふうに多分思われてたんじゃないでしょうかね中国ではね。だから「えー、と三国志」とか「水古伝」とか「三元でもそうなんだけどおそらくみんな読んでたんだね。でみんな読んでたんだけどそういうものを、えー、と例えば大学の図書館とかみたいなところに置くかっていうとおそらく置かないよね。 あの漫画なんとか日本だと「少年なんとか」というような漫画がいっぱいありますけどああいうような雑誌みたいなものってみんな多分すごく読むんだけど図書館とかに置いたりあるいは自分でこう永遠に持ってたよほど好きな人は持ってるかもしれないけど永遠に持ってたりっていうことは多分ないんできっと読んだらもうどっかへやってしまったんじゃないかと思うんですね。でただそれが、えー、とこう日本に渡ってくると あのやっぱり中国から来た本は非常に貴重ですからもうこれはもう漫画だろうが何だろうがみんな大事にやっぱり取ってあったんだねでそんなことであの中国に亡くなっちゃったような本がかえって、えー、日本にあるとだからものによっては、えー、とヨーロッパにあったりするんですね「あの三国志」の古い本がね。 あのポルトガルなんかにあったりするわけですでそういうようなことが、えー、と時々こう小説の中では起こるということがあると思います。えー、とそれで、あのーまあ、この日本における三原なんですけど、まあ、この「油性名言古今小説」っていうのはあのー、日本の、えー、と内閣文庫っていうところにあるんだね。 今内閣文庫内閣文庫って言ってますけど、まあ内閣文庫っていう名前の図書館があるわけではなくて、えー、これはあのー、日本の皇居あのー、の近くに、えー、その国立公文書館っていうのがあるんですね。国立公文書館っていうのがるんです、まあそこの中に収、えー、められているまああるまとまった その蔵書ということで,すであのー、これは、えー、と日本もすごいなと思うんですけど、あのー、この公文書館に実際皆さん、えー、と日本に来て、あのー、本見に行くともう誰が行ってもすっと見せてくれるというねもう紹介状も何も全然いらないというようなものでそれでしかも、えー、写真も撮れるというそれから、あのー、なんですかね、えー、こういう古い本に関しては あの普通大体こうなんか本に自分の例えば論文の中なんかにえその写真本の写真を載せたいなんて思うとあのこう申請許可取らないといけないですよね。だけどこう内閣文庫はもうそんなの自由にどうぞっていう <laughs> まあ非常に太っ腹なあの図書館だと思うんですけれどあのまあそこにあるんだね。これは元々 あの大体多くのものが内閣文庫いろんなところからの本が入ってるんですけどあのまあ江戸城の中のつまり江戸幕府にあった本というのがかなり多いわけね。だからあの結局こういう油性名言古今小説「油性名言」とか「清々公言」とかこういうのももともと江戸幕府が持ってた。要するに当時の まあ最高の政府の中にあったというねそういうもんだと思うんですね。それであのところでまあそのさらにえっとその三元日本における三元という話になるんですけれどあのこの一つこの形成通言え形成通言というやつはあの実はこれ名古,屋名古屋にですね日本の えー、名古屋名古屋に、えー、とこれ「放佐文庫」っていう「放佐文庫」というまあそういう蔵書があるんですねでこれは今、えー、と名古屋市の、えー、図書館の中に収、まあ、められてるものなんですけどこの「放佐文庫」っていうのは、えー、と尾張の徳川家。<laughs> 終わり徳川家の蔵書なんで,す、ね、であの徳川っていうのが、えー、と江戸時代のまあもちろん将軍家なんですけど、えー、とその将軍のその徳川本家、えー、徳川本家はあのもちろんあのつまりまあこれは本当の将軍家ですね、まあ、将軍家って言っちゃいけないのかな、まあ、本家ですねでこれはまあもちろん江戸にいるわけです。えー、で その他に、えっ、ー、と、その徳川家康の三人の子供を。えー、いろいろな三箇所に、まあ、いわば土地を与えて、えー、住まわせたわけですね。これ御三家って言うんだよね。御三家。で、えー、この御三家は、まあ、その尾張。尾張は、まあ、今の名古屋ですね。 それから、えー、と紀州というのは、まあ、今の和歌山県。あこっち和歌山それから水戸、えー。水戸は、まあ、水戸なんですけど、まあ、茨城県ですね。 えー、ここの,その尾張徳川家紀州の徳川家それから水戸の徳川家ってこれがまあいわゆる御三家といって、あのー、江戸時代の初めから、まあ、いわばその将軍家に次ぐ、あのー、家柄を愛、まあ、してたわけです。でそのだ日本でいやあのなんかこの御三家っていう言葉はあのー、なんかその後何、えー、でも御三家ってあるんだね。あのー うん本当にねあの今日ねグ、えーグルみたいなやつで「こう御三家」っていうのをこう引いてごらんそうするとあのもちろんこの徳川家の御三家っていうのは出てくるんだけど、あのー、こうアイドルの御三家とかね、えー、それからなんかいろんな会社のデパートの御三家とかねもうとにかく何でも御三家っていうのは全部あるというそういうことになってるんでこう面白いですけどね。 あので、えー、とそ,その終わりの、えー、徳川家があの持っていた本っていうのが「宝鎖文庫」といってでそこが、まあ、今名古屋に、えー、あるわけです。で、えー、とこのあそれからあのちなみにこの紀州の徳川家がやっぱりこの本を持ってたんですけどあの。 これ紀州徳川家が持っていた本っていうのが今全部、えー、と東大に、えー、寄贈されて東大にあるんですね。あのー、これはあの、えー、と南紀文庫っていう 南紀文庫って言うんです。あの、えっ、ー、と尾張紀州水戸とこう三つある中で。まあ、いわば紀州が一番南にあるってんでね。それで。この葵っていうのが、えー、その徳川家の。えー、家紋が、えー、葵の門なんですね。ですから、えー、その南の、その葵の門の家。まあ、要するに紀州の徳川家の書物ということで。あの、これ今、東、東大の図書館。 えー、東大図書館に全部あります、あのー、これはまあいろいろ歴史があって、あのー、東大の図書館って実は、えー、1923年に関東大震災っていうのがあったんだね。で明治時代から、まあ、東大の歴史は始まるわけですけど、えー、そこからもう何十年かずっと集めて本はたくさん収集してきて、まあ、図書館ができてたわけですけど。 えー、その関東大震災の時に、えー、とそれまであった本、全部焼けちゃうんですね。図書館が焼けてしまうんです。でほとんど全部全滅しちゃう。でえー、とその関東大震災の後に、もう一回ですから、その図書館を再建するわけですね。でその時に、あのー、この紀州の徳川家の南紀文庫というのを、ごそっとまとめて、えー、寄贈してくれた。 まあその辺がだからあの震災の後の図書館のまあ復興の歴史のねスタートラインなんですね。はまあいいでしょうえということで水戸も実はだけど東大とはちょっと関係があってえ東大のキャンパスの今農学部っていうのがある部分があるんですけどその農学部の部分っていうのがこの水戸の徳川家の昔お屋敷だった。 こ,こなんですね、えー、中国の話ではあの朱春水という、えー、人が、あのー、日本に明,明朝が滅んだ後にまに、あ、日本に来ますけどこの朱春水を、あのー、非常にまあ何というか、えー、手厚くもてなして、えー、その儒学の先生にしたのがこの水戸の徳川家だったんですね。で 今のその東大の農学部の場所っていうのが昔の水戸家の屋敷ででですねですからあの今東大の農学部に行くとあの朱春水先生が亡くなった場所朱春水先生終焉の地っていうあの石碑がちゃんと立っています。であのまあこれはまああのちょっと。 出す余談になりますけどあの実はこの名古屋の奉納文庫尾張徳川家の蔵書なんですけれどもあのこれ非常に面白いのはねこの尾張の徳川家でえこう蔵書どんどんこう本買って集めていきますよね。でその時にですねあの本を買ったなんて言うんだろう目録。 あそのリストがね今もあるんですよでつまりどういう本を何年に買ったかっていうのが分かるんですね。で、えー、とこの「形成通言」があるんですけど「形成通言」という本はですね、えー、これは1624年に「天、え、慶、ー、4年」という年に、えー、南京で出てるんですね。 え金良健全堂本というんですけど、それがあの書くか、金良健全堂っていう本屋さんからこの形成通元の最初の本が出るわけです。で、えっとこれをですね。 えー、日本ではつまりその尾張の徳川家で、えー、寛永寛永10年というのは1633年なんですけどね、えー、に購入しているという、まあ、そういうリストがあるということなんですね。えー、1924年に南京で出てで、まあ、日本の名古屋の図書館に、えー、蔵書に収まるまで、えー、何年ですか7年ぐらい。 かかってはいるということですね。まあ、これはあのー、まあ当時もちろんそのえっ、ー、と飛行機があるわけじゃありませんし、えっ、ー、とこれは必ず船に乗ってく、えー、るわけですからあのー、まあこれくらいは時間がかかるということだと思います。でただあのー、実はさっき申し上げたようにあのー、この終わりの徳川家が、えー、買った本のえっ、ー、といつ買ったかというリストがあるわけでしょ。でそれを いいろいろ全部こう調べてみるとですねえ一番早い本は「これ師匠1,100年願」というあの師匠のまあいわば佳境の参考書みたいな本なんですがこれはですね中国で出てその翌年にもう名古屋に来てるえというようなものもあることはあるんですね。だからあのこれはもちろんその船に乗ってくる タイミングとかいろいろそういうことがあると思うんですが、えー、ものによってはもうえっと中国で本が出た翌年にえこれはもうあの日本に来ちゃうというようなこともあるというまあそういうことですね。寛永十年三十三年というのはまだあの鎖国の体制が完全に出来上がる前ですからね。あのそれ以後よりもあのむしろ往来は あのあったのかもしれないので、えー、本が入ってくるということも多いんだと思います。ですからまあ少なくとも、えー、1624年に出たこの本がまあ1633年にはもう確実に日本に、えー、来てたということですね。でそれからまああとはあのー、あんまりあのー、やっぱり終わりの徳川家の蔵書なんてなってしまうと、えー、殿様は <laughs> 読めたかもしれないけど。 え普通の人がね、それを読めたかどうかっていうのはちょっとよくわからないですね。おそらくもうあの終わりの得分けに行っちゃったら、あの普通の人は多分そんなに簡単には読めなかったんじゃないかという気はいたします。でそれからただあのやっぱり日本に来たのがえ一冊だけとは限らないし、まあどっかなくなっちゃったのかもしれないけど、あの他にはあった可能性はあると思います。 で、あと他にはですね、えっ、ー、と前にもちょっと名前が出たかもしれないけど、あの尾牛素来のちょっと前の学者で、えっ、ー、と伊藤仁歳という人がいるんだね。伊藤仁歳。伊藤仁歳はあの京都の人です。ずっと京都にいた人なんですね。で、その伊藤仁歳の日記というのがあって。 えー、伊藤仁斎の日記というのがあってですね。それで、えー、これでは天馬、天は三年、天な三年という年に。天な三年はもうだいぶ後だね、一六八三。で、これはあの、えっ、ー、と、東本屋というのね。東本屋右兵って言うんですけど。 えー、からえー、まあ釈迦というんですねえっ、ー、と伊藤仁斎はまあお金がなかったのかもしれないんですけど買ったんじゃないんだね。えー 京都にですからこういうこの頃こうもう東本屋というこういう商売というか本屋さんがあったっていうわけだなつまり本屋さんはいろいろあるかもしれないけどやっぱりこれ東本つまり中国から来る本をまあ専門に扱っていた本屋さんがこういてでそこまあ右平さんというねまあだから東本屋さんが何軒かあったんだろうけどまあその中の右平さんからこ,うこの西平成成高原というのをってい 借りて読んんだという、まあ、そういう、ううそ日記の記の録が、ねはあるんですね。でこれはあの別に伊藤仁斎が、えー、こうなんか正々光言を翻訳したとか、えー、それを読んでなんか書いたとかってそういうわけじゃないんですけどたまたま日記の中にちらっと出てくるだけなんですけどただあのやっぱりこ,うこの頃もう京都には、えー、こういう東本を専門に扱う本屋さんがあってで えー、まあ,あのそういうそれなりの学者さんだったらこう本をちょっと見せてっていう感じでこう見せてもらうっていううなことはできたというまあ多分あのこれやっぱり、えー、いわゆる「当本」っていうのは、えー、相当高かったと思うので <laughs> あの伊藤仁斎先生もこれを買,う買ったわけではないということだね。 で結局こういう東本屋さんっていうのがいろいろあるんだけど、あのー、やっぱりそのおそらくまあどうなんでしょうねどのくらいの人が変えたのかっていうのは、まあ、なかなか難しいところだけど、あのー、少なくともその本が好きな、えー、お大名大名ぐらいになると、まあ、これは多分変えたと思うので。 え今いろいろ日本でえこう中国の岩石がずっと残ってるっていうのはまあ多くはやっぱり大名家なんですね大名家とお寺だよね。でそれはやっぱりどっちもお金があるのであのそういう中国から来た本をこう買えるというところだと思うんです。だからそういう人たちをまあ主として相手にまあこれで商売になったんでしょうね。同じ京都の まあ学者さんにはあのー、まあなんていうかただ、えー、でだったかどうかは私は分かりませんけど、あのー、そういうお大名に売る前に、えー、見せてあげるというようなことは多分あったということだろうと思います。だから、えー、といろいろこういう資料があって、あのー、このせ「生成後編」じゃないや「えー、三元」というのが、えー、日本にやってきてたということはあのー、まず間違いのないところであると。 思いますで,、えーでこ,のまあまあ、これが大体1633年とか1683年とかっていう、まあ、この辺りの時期ですけどあのこの後もう少し経つとですね、えー、だからやっぱり多分こ,うこの「三元がじわじわとこうもうちょっと伝わっていってそしてあのいわゆる「三元の和国本」とかそれからこの「三元の話」を 日本の話に作り変えた物語とかそういうのが出てき始めるっていうわけですちょうどあれだねここのところで終わったねえとそれでだいたい1740年代ぐらいからこのなんか三元物語ブームみたいなのが江戸 <laughs> 時代にあるんですね。これれがいいわわゆるる日本で小説三原という,ふうに言われる えー、この「三間のまあ和国本」復「復刻」というのかな、まあ、和国本、えー、それから、えー、この「三間の物語」を日本風に作り変えた、まあ、これは読み本と言われますけどその読み本のお作品というのが次から次へとこう出てくるとまあじゃあ,あのちょっとお休みして、えー、これからあのその日本での,ああの具体的な三間の 受け入れられ方ということをお話ししようと思います。じゃあちょっと休みましょう。どうもありがとう。えっとそれではあのま続きに入りたいと思います。でえっととにかくこういう具合にうんと1633年1683年ぐらいに、えー、こう日本に、えー、こう参言というのが来てたっていうことはまあ間違いがないわけですが。 まあその後とだんだんとこうやっぱり読む人が増えてきたということでしょうねそれでえと読んでみるとあのなかなか面白いとこうやっぱりみんな思ったんだろうね。でそれでうんとまず最初にというかいろいろ入り組むんですけれどもあの和国本あるいはまたあの小説三原というふうに。 いうこともありますでこれはまず最初にあのこれは今資料でお配りしてて、えー、これから読んでみようと思うのがそうなんですけど、えー、岡八九という人が、えー、これは小説、えー、制限あごめんなさい小説期限というやつだなえー、っと小説制限ですね。 説制限えー、小説制限が年、えー、年という年です、えー、もうだからさっきの,あの伊藤仁斎が、えー、借りて読んだっていうところからももう60年ぐらい670年経ってるわけですね。で、えー、それから、えー、とそれに続いて澤、えー、田一斎という人が。 えー、小説水源、えー、これが1753それから、えー、小説起源というのが、えー、1758と。 いい、えー、年50年代ぐらいにねこういうのが出るわけですねでこれはあの、えー、と日本でもまあもともと三元だったっていうことがあると思うんですけど、まあ、小説制限小説水限、えー、小説起源とこうやっぱりこう全部「元という字をつけて、まあ、たまたま3つあるもんですからね「えー、和国三元小説三元」というふうに、まあ、言われています。そして あのまあこれとあのかなりこう時期的にはえっ、ー、とこうなんて言いますかねあの交錯するんですけれどもえー、日本でまあいわゆる読み本という種類のあのジャンルが、えー、大変は流行るようになりますでこの読み本はえー、まああのそれだけではないんですけれどもあのこの三元の物語を え日本風の話にまあアレンジした、まあ、この間「ボタン灯籠」の話もねもともと中国の民法が舞台だったものを京都の話にしたとか主人公の名前を日本人に変えたとかねまあそういうふうにあったけどこれもやっぱりそういうふうにもともとは三元の物語あらすじはもうそっくりそのままなんだけどえ日本の話に変えて。 最初は椿貞章っていう人がね椿貞章っていうんですねえ津賀邸章という人がえこれ花房造史という。 これ花房、ね、造紙、えー、この花房造紙がという,という、えー、とですからこの花房造紙っていうのが出たのが、えー、この最初創設三元の最初の、えー、小説制限が出たよりも後それからまあ、えー、と小説期限あ水源が出る少し前というそのぐらいの時期ですね。 あのでこれ必ずしもあの小説制限の中にでこれえっ、ー、と3弦はですね。三弦はさっき書いたけど、一つのやつが40分も入ってたよね。で、これ日本の三弦はだいたい4つか4つぐらいしか入ってないんです。4つか5つぐらいしか話が入ってないのだから、ものすごく数は少ないんですね。で、えっ、ー、と。この必ずしもだから小説制限が。 の中に入ってるその4つの話がえと花房造誌になったっていうわけじゃなくてえ津賀邸将はだからここにないやつの物語も作っていますからまあ彼はだから自分で独自にあの三元をまあ別に読んでいたということだろうと思うんだよね。それから「重重わというこれね。 これしげしげって呼ばせるんだな、しげしげやわ。これが一七六六と。そしてまあおそらく、えー、とこの読み本という中でまあ一番有名と言っていいと思うのがこの上田明成という人ですね。の、えー、これは上月物語。 ウゲツ物語はですねえとこれは1768れれ17年にえと完成出来上がったということらしいんですが年に出版されていますですからこれをこうご覧になっていただくと大体分かると思うんだけど。 まあだいたい40年代50年代ねこれも40年代ぐらいからえ日本の読み本が出てまあそして60年代ぐらいにえこの読み本化がどんどん進むというかえ読み本作品がたくさん出てくるというまあそういう流れだと思うんですねまあ要するに18世紀のおおだいたい中盤ぐらいということでしょうかえその時期に。 えこの小説三原まあそれからあのこの「三原の物語」を日本化したこの読本の物語というのがえ次から次へとこう出てきたというまあそういうことだと思います。でえそこから先の問題なんですけれどもえと前回え見ましたね「戦闘神話」。 であれはあのいわゆる文言小説文語の小説だったわけだね。だからあのいわゆる漢文訓読でもまあ割と読みやすい材料だったと思うんですね。文言小説の場合はまああの読みやすかったと思うんですが、この三言とかまあそういうものは。 えー、白話小説でこの「白話っていうのはまああ,のある意味中国語の、えーまあ、文語語じゃななくて口語なわけですよね、えーとまあ、今の中国語を習っていれば、まあ、これは読めるかもしれないけどもともと日本人の漢文訓読っていうのは中国しゃべる中国語口語を習ってるわけではないので。 えー、これはかえって難しいわけですね日本人にはね中国語を知らない日本人にはこの口語を読むっていうことが実は大変だったわけですよね。でだけどこういう和国本が出たり、えー、この物語を実際読んで、えー、日本の話に変えたりってしたことは、まあ、やっぱりそれを読める人がいたというかまあなんとか読んだわけだよね。でこれがどうして えとその彼らに読めたのかっていうのも変なんですけどこれにはいくつかのやっぱり前提みたいなことが結構あるんですね。でつまりこの「アクア小説を読む」と。 いうこと自体がまあなかなか大変なことだったわけですけれどまあこの白和口語というものをまあ読むについてまあいくつかえまあ条件はあったということなんですね。でこの一つはあのこれは前にもえお話をしたと思いますけれどあのいわゆる「東話っていうやつです。 えつまりその当時もまあ長崎を通してはえ中国と貿易をやっていてえ少なくとも長崎に行けば中国語を話せるまあその通訳をやってる人がいたわけだね。でこれ実はちょっと僕時代的にはえと逆になってしまったので次回の来週の話になるんですけれどもえ例えば。 あの岡島寛山というねこれはあの生粗来をやった時にちょっと紹介しました、えーえー、岡島寛山という人があの、まあ、長崎のいわゆる唐通寺だったわけですよねでその彼があの、えー、と通俗忠義水湖伝という。 というのをまあやってるわけなんですけどこれはえと岡島荻生空来が訓読ではなくて翻訳をしろっていうことを言ってたと思うんですけどあのこの「通俗忠義推古伝」この日本でまあこれ次回のお話です「通俗なんとか」っていうものがいっぱい出るんですね。このの通俗なんとかっていうのは えっと訓読ではなくてこれは翻訳なんです。ですからすで、えー、にまあつまり長崎の唐通寺とかまあいわゆる中国語を勉強した人はいてで、えー、こう水戸電話なんかのいわゆる翻訳がむしろあの先にこう出てたということがあります。ですからあのそういうものを使って、えー、まああの。 白話を逆に勉強すするとということはでできたわけですねでそれから、えー、とその白話のこれはまた来週ご説明しますけど白話の教科書だとか、えー、それからその白話の語彙集ね単語,帳単語集みたいなのは既にあったんですねだからそういうものを、えー、辞書みたいなものは少しずつ出来上がっていたので、まあ、それを使えば、えー、この白話の言葉をまあ読むということがちょっとはまあできたということなんですね。 でそれからあのもう一つの背景としてはですねあのこれはもっと時代が古いんだけどえと日本でこの中国語の口語ののを読まななきゃいけないいけ必要性っっていうのがいくつかあったんでですねでこれはまあまずはあのもちろん長崎の貿易なんていうとこれは実際に中国の人と本当にしゃべんなきゃいけないからこれはまああると思うんですけど他にですね この皇后の資料を読まなきゃいけない場面っていうのがいくつかあったんです。でこれ一つはあの仏教です、ね、あの禅,えと禅宗の五六っていうのが禅宗のお坊さんはあのこれはまあなんていうか不思議なもんですけど いい、あのー、いろいろ語録っててうのを残してるんだね、えー、で、それは言った通りにつまりその,そのお坊さんが言った通りにこう言葉を記録しないとやっぱりこうなんていうんですか、えー、前期というかその大事なことは伝わらないわけですよね。だから、えー、とその前週の語録例えばまあ臨済録なんていうようなやつが。 「臨済録」なんていうような本がありますけどまあ他にもいっぱいね「何とか五六何とか五六」ありますけどこれは全部実は口語ででで書書かかれれて白話で書かれてるんですねお坊さんが言ったままの言葉で記録してるわけだからね。でこういうのはあのですから禅宗のお寺に行くとこれはもう臨済録なんていうのは絶対読まないと大事な経典ですからね。これはやっぱり 昔のお坊さんはやっぱりそれでも苦労して日本のお坊さんも苦労してあのこの「白話の言葉を読んでたわけですね。彼らも必ずしも中国語を勉強してたわけじゃなくてえこの「臨済録」なんかを読んでるのであのかなりだからへ変なというか不思議な訓読の仕方を禅の世界ではすることもあるんですけれどあのでそれはねあの今。 僕たちが、えー、と中国語を勉強してこの臨済録なんかを例えば読む立場からするとね昔のお坊さんが、えー、と訓読で読んでたその意味っていうのがなんかどうもおかしいなんか間違って意味が伝わってたんじゃないかっていうようなことが結構あるらしいんですね結構あるんです。だけどあの、まあ、とにもかくにも、えー、この前週のお坊さんは この白話で書かれたこの五六っていうものを読まなきゃいけなかったので、えー、そこでまあ白話の勉強をすでにしてたということは一つあるわけだね。でそれからもう一つ、まあこれはあの前週の五六とよく似てるんですけど、まあ江戸時代の人は、えー、いわゆる朱子学が、えー、この漢学になってましたね。で書士学の世界で。 えー、もちろん大事な書物っていうのはいろいろあるわけだけれど師匠とかね、まあ、そういうものはあるわけですけれどその中で一つね種子五類っていうのがあるんですわ。種子五類で。これはあの まあなんか禅宗の影響なんだろうという感じがしますけれどもこの趣旨その主旗先生が言った言葉をですねお弟子さんがそっくりそのまま記録したその趣旨の語録なんだねでだからこれはあのまさに趣旨がしゃべった通り口語で書かれているわけです。で えーと江戸時代の人はとにかくそのもう歯科学が漢学になっているしえ朱子学が一番大事なわけでえその歯気先生朱子が言ったことっていうのはもう絶対にえ勉強しなきゃいけないわけですね。でそこでえその「歯科語類」っていう本はあの日本にこう入ってきているあると。 だからこれをなんとかこう読まなきゃいけないっていう、まあ、そこでやっぱり白話の勉強をこうするわけですね。語、えー、語類用のあの語彙集なんていうものが出たりするわけで,すでまあそんなようなことがまあやっぱりいろいろ積み重なってね、まあ、実際の中国語を話す人もいたし、まあ、こっちはもっと古いんですけど「あの禅の語録とかこの「四子語類」を読むとか、まあ、そういうようなことでこの白話小説を まあ読む、まあ、一種の下地のようなものになってたと思います。で、えー、とその白話小説をまあ日本でえ紹介する時のですね白話小説がまあ日本で出る場合にまあ大きく二つの方法っていうのがまあ,あったんだと思うんですね。で一、えー、つはそのいわゆる訓読です。 この小説三言なんていうのはそうで今これから見てみようと思うやつはそれなんでなんとか苦労して頑張って訓読するわけですねあの白亜の文章はなかなか訓読には難しいんだけどなんとか訓読するそれからもう一つはあの今え申しましたその岡島観山のやつですね要するにえといわゆる通俗っていう日本語でえ通俗っていうやつなんですけどこれはまあいわゆる翻訳です。 翻訳のことですつまり完全にもう、えー、と訓読ではなくて日本語に置き換えちゃう、えー、翻訳しちゃう場合とそれからこの訓読でやろうという場合と、まあ、両方あるということなんですねそれで、えー、と今日はあのー、皆さんこれね、あのー、この小説制限の「 十五、えー、巻というやつなんですけど三間の,の中で、えー、この「シ勇うくわっていうのは結構有名な話だよねこれねあのえっ、ー、と冤罪事件の話ですねこの十五巻はね、えー、でたらめな裁判をあのお役人さんがデたらめな裁判をして、えー、本当はその罪のない人を、えー、その殺人犯に仕立てちゃって、えー、その。 死刑にしちゃったというまあそういう物語ですわね。十五巻のお金が盗まれたっていう時にたまたま十五巻のお金を持ってた人が犯人になっちゃったというまあそういう話なんですけれど、そのこれちょっと訓読でやなってるわけです。まあ今日はじゃあ私がやってみましょうかね。えっとこれは十五巻の疑言というでこれあのこの本は。 あのこれいろいろ訓読のやり方ありますけど非常に丁寧なというかあれがあってあのこう例えば「C 偉」というような言葉があってそこの右側にこう棒線が引いてあるでしょ。えーと C U ク勇ンのね十五巻も引いてるんだけどこれはあの右側の方にこういう縦線があるのはまあこの熟語ですけど。 これはあの音読で読めっていう。まあ要するにそういう印なんだね。だから、これは15巻の義言でえっ、ー、と12点がありますけど、効果を成すというね。15巻の義言効果を成すという。15巻のお金のことでまあ、冗談を言ったらね。それが、えー、まあ、あの不思議な災い。い をもたらすことになったというまあそういうことですね。でえっ、ー、と白話小説の一番最初とかえっ、ー、と話が変わるときにあのこのホアショっていう言い方をしますよね。でこういうのはあの一種の交互的な決まり文句小説の中でよく出てる決まり文句だと思うんですけど、まあこれなんかはもう話節すというふうに。 えー、そのままあの音読みにしてる,いるわけですねこれね右側にあるでしょ。で「和節す」「さて」というふうな意味でねこういうお話をしますよっていう,う意味にこう訓読した時にすぐみんな分かったかどうかっていうのは分からないんだけどね「えー、和節す」と。で「えー、南宋の時」でしょこれはね「南宋の時」。 えー、都を林庵に立つという。まあ、これ、あの、送り仮名ありませんけど、まあ、都を林庵に立つというね。ここは、まあ、この辺は、まあ、訓読でも、わかりやすいところだね。で、その次、えー、繁華風紀。これも、まあ、あの、右側に、あの、ありますから、音読みすればいいわけだね。繁華風紀、その次です。えー、このなあという字が出てきましたね。これね。なあは、完全な、は、こう、こうだよね。 えー「プーチェンナーピエンチン空港」のこの「ナー」という字なんですけどこれはえ左の方に「ああかの」とこう書いてありますよね。でこれがだから要するに日本語の訳あるいは説明ということになってるんだね。でもこれ多分訓読する時も「これの」っていうふうに振ってるからね「かの」弁慶の古国に「言説絶」というふうに読んでるんだと思うんだよね。 えー、これはもうあのおそらく、えー、とこの「なーなんていう字はなんていうのかな日本,日本ではほとんどつまり使わない字だよね日本語の普通の文章ではね。で中国語の口語だともう中国語を習うとね「えー、チェー」が「なーがって一番最初に習うけどさ、あのー、これ日本語では普通の生活している限りはめったに使わない字なんですね。でだから これあの結構困ったと思うんで「こうカーノというふうに白亜の語彙にわざわざ説明をつけてるわけですだからあの弁慶の古国に源是ずと、まあ、それ以下ではないというね、えー、それと同じぐらいであるというふうなあの言い方をまあここでしてるわけですね。でそれから、えー、と次の,あのこの字はまあちょっと変な字体で書いてあるけど「中」だよね。この 中という字で,す、ね、で「かの」だからこの「なぁチェンチュン」「中ナーチェンチュン」「中ナーチェンチョン」でここは「あのなぁ」はもう一回出たからあのもう説明はしてなくて「かの」「上中」にこれは「猿」というふうに一応読んでんでしょうね。で「猿」っていうこの「中」はどういう意味かっていうと「これ行く」っていう意味だっていうね。あのつまり これ微妙な字でねこれよくできてると思いますここのところはねあのこの中という字は日本語でも今でも使う字なんですよねでも多分日本語ではこの字はこれは猿という意味なんですよつまりいなくなっちゃうね、猿という場合でも中国語の中というのは要するにどっかへ行くことでしょね。だからあのここで多分これるというふうに えー、訓の,あの送り仮名を振っているのは多分「猿」というつまり日本語の普通の訓読の仕方で「猿」というふうに読ませてると思うんですけど意味は左に書いてあるように「行く」ということね。だって「かの常駐」ま「あ、に」と書いてあるからこれおかしいけどもし日本人のようにこれ「猿」って読んだらさその城からどっかへいなくなる意味になっちゃうでしょ。かからら意味になっちゃうから あのこれおかしいわけですよそこの弁慶の町にあっ弁慶じゃないやその林安の町に行くとというそういう意味じゃないとおかしいですからねだから「行く」というふうにこれわざわざ「猿」と読ませるんだけど「猿」と訓読するんだけど意味は「行く」ですよっていうふうにこうわざわざそう言ってるわけだよね。で「えー、選挙」の「さまあ、選挙」これはまあ地名だからね「えー、早速に まあ左側、まあ、これあたりにというふうに、えー、説明をしてますね。それで「洋画」「ンまあこの「グなんていう字も、あのー、白亜でしょこれは口語だよね。で、えー、とここはまああんまり説明はしてないけどこれはやっぱりコ「個の個の肝心あり」というふうに「個の肝心あり」って読ませてるんでしょうね。えー、で 聖は龍名木、まあざな君仙とこの辺はまあいいですね。で「えー、訴状より訴状より、まあ、先祖から」ということなんですけどその次の、あのー、これね、えー、と大変親切なテキストだと思いますけど、あのー、ここの二字はこれ左側に傍線があるんだよ。でこれはどういうことかっていうと これは訓読みで読めっていう印なのね、えー、とさっき右側に右側にあったのは音読みでこれはその訓読みをしろだからこれ何にも送り仮名書いてないんですけどこれは元これなんだよね、えー、元これ言わんしーはねもともと本来という意味でしょ y u a n l a ーという意味だよねでその次がね 「要件地位だ蓮次や。これもこれをどう読ませるかっていうと「今季あるの人かとこう読ませてるんだね。要件地位だこの「だ」なんていう字はもう全くの白亜口語だよね。えー、だからまあこれは一応「の」というふうにあの送り仮名みたいな形で出てくるけど「要件地位だンジやこれを「 ああるの人家まあ、これはあのいいです、ね、でその「建築」なんて「今期」っていう言葉がやっぱりなんかよく分かんないわけですねこれね。でそこでこう家徳「家督」要するに財産ということですね、えー、財産のある家だったともともとはまあ祖先代々ねもともとは、えー、財産のある家であったということなんでね。 で「ダオドゥチュンジエンショウチョン」え「クンセンが手中にいたり得て」と「ダオドゥ」なんていうのをね「いたり得て」と読ませてるんですねこれねこれもあの左側に防線が引いてあるでしょだからこれ、ね「いたり得て」ねこの「クンセンの」の代、まあ、になってということですよね。先祖代々ずっとお金持ちだったけどこの龍稀龍クンセンの代になって「 で「帰ってこれ」その次も全部これ訓読みしろっていうんだけど多分「時そむき」だねこの「具合」という字は「そむき」「時そむき運悩み」「運悩み」ですね、まあ、要するに運がなくなってということですよね「時そむき運悩み」で「き運悩み」 えー、戦前は小読み、えー、後来カンカン済まさず、ねえー。戦前は小読み、後来カンカン済まさず。支援、えー、チェンドゥシューン、従衆、後来カンカンプ。無事というところなんですけど、えー、戦,前前戦前は、まあ、以前は。ことで、ねまあ、これはわかると思うんだけど、一応、前方なんていうふうに、ね、あの説明をつけてるよね。 以前は本を読んでいたと、まあえっと、勉強してた、まあ、科去の試験とかね受けようってこうんで勉強してたっていうわけですねでところが「方来」えー「高麗」「カンカン」えー「カンカン」っていうのはこうどうですかねこの口語で意味としてはね。口語の「カンカン」っていうのはなんか割と「見る見るうちに」っていう「あっという間に」っていう感じの意味じゃないかと思うんだけどね。 ここではそろそろってあのあんまりゆ,ゆっくりにの意味になっちゃったね。でこれはどうでしょうね。微妙なところだと思います。済、えー、まさずプーチー、えー、生活がうまくいかなくなるっていう意味ですね。だからこれラチ開かずってこうなんか面白い訳をしてるね。ラチが開かなくなる、うまく生活ができなくなる。

口語的な言い方なんだね、きっとね。で、ションイーはまあ商売という意味でしょ。だからこれを過ぎ合いというね、過ぎ合いをしたと。で、その次にえっ、ー、とピエンシーパンルーシャンチュージアダイーパンと。えー、なんとかイーパンというのは何々と同じね、シアン何々イーヤンという言い方がありますけど、シアン何々イーパン何々と同じだという言い方ですよね。 エン・シーもあの左側に線があるよねすなわちこれだねこれねすなわちこれ半路上の出家と同じこと半と路上っていうのはまあ道の途中で出家した人と同じだというね、えー、で半路上っていうのはなんか中年ってこの「子供という字はこれ「ね」と読むんだね中年、えー「ちょんにえん中字やだいやん」っていう。<laughs> えー、中年で出家したと同じこと、えー、途中で、えーまあ、出家したのと同じで、まあ、うまくはいかないと小さい頃からちゃんと商売をやっていればね商売うまくなるんだけど今まで勉強してた人が突然、えー、商売をやってもうまくいきませんという話だよね。で「ま毎まい半ちょん」マイマイえー「バイ甲虫」だよね。えーハンチョン 問屋仲買、まあ、これはそのお商売ですねで「イーファブーシーベントン・ジーリャンと」と、まあ、この辺全く口語といえば口語だよね。「えー、マイマイ,ハンチョンイーファブーシーベントン・ジーリャン、えー」商売をするその仕事というのは、えー、イーファももともとですね「ブーシーベントン・ジーリャン、えー」本当の技量あであの 訓読でいくと「売買バ,イバイ公中甲一発にこれ本当の技量ならず」と「ブーシー」ってのは「これ何々ならず」っていうふうにやっぱり読まないといけないですね「本当の技量ならず」と「もともとのえ技量」「もともとの仕事ではない」とで「また」「酔う」「バーペンチエンシアオチョウチューリャ」というところだね「また元でを」 このバーという字はねあの中国語で何かあるいう,こう目的語っていうかある対象を前に置く言葉ですよね。でこれ「バーペンチエンシャオジョウ」という元手を財産をえ資本をなくしてしまうという意味でここはこれこの「バー」という字のところに左側にねこれ「お」っていうふうに振ってるでしょ。これ結構優秀だよねこれはねよくできてますね。 あの元手をなくすると,、まあえー、と本戦を小,作小説しでその「チューリアオ」というところなんですけどこれは多分「去り終わる」というふうに読んでんだねこの現代語でねこの「ラ」ンっていうのはもうこれもともと形成で読んだり軽く読みますよね「チューリアオ」と呼わないでしょこれ多分「バーペンチェンシャオジョウチューラ」だよね。 でもこの「ら」なんていうのも日本で訓読しようと思うと原則として全部の字を読まなきゃいけないからえとやっぱりこれ「さり終わり」というふうに読んでんだよね読まないといけないですね。で「前々二だね「自演自演」「大坊消防に開館しえ両三権の防子をお えー、臨死へということだよね、えー、だんだんと大きな家を小さな家に変え、まあ、最初は大きな家に住んでたのがだんだんとどんどんこう住む家が小さくなっちゃう。で、えー、量産権の帽子二間三間の家、まあ、このファンズっていうのもね本当はなんか 家とかって書いといてくれるといいんですけどあのここのファンズは何も注釈がないね。二間未満の帽子を借りてとえ借り得ることができてだよねえ借り得てそして「ンジアワンシーと「ともにともに」とあともにどうす」とこれ多分読むんだな。とんっていうのをね「ともにどうす」。 えー、その年「年書を地名年少整備」これももうなんかそのまま読ませてみたいだね「若きより貸し付き手」ってこれはなんか翻訳を読めっていうなんかもうそういう感じだね。えー、年少整備っていうふうに多分、えー、と訓読はさせてもう左側の意味を見てくださいっていう多分そんなような感じだね若い時から。 まあ一緒にえ暮らしてえっと貸し付いてで後その次の「イン因媒用図数中心愛育沙をにゃん図心兼」というまあこれもあの交互的な言い方が続くところですね。で後にえこの「メイ媒用」「媒用ツスっていうところはね「死士あるなきにより」とこう読ませてるんでしょうね。 「獅子、えー、あるなきにより」「めいよう」というのはね「あるなし」と呼ばせてるんだな「獅子あるなきにより、えー、一個の症状し性鎮なるをめとり下ぐと「中視野子」というのは「めとり下ぐ」というふうにねやっぱりこの「視野も読むんだねこれねここ前の,中やのやは「中視野の「視野はまはあ、あんまり深い意味はないでしょうもう「中でわかるんだけどね あのメトリサグとで C、えー、チェンマイカオダニュアルこれチンバイコがジョジジョジは娘あそれからこのシャオニャンズってのあのこのシャオニャンズっていうのはこれえっ、ー、とシャオフーレンの意味だねここではねあの知恵、えー、おめかけさんの意味ですね第二夫人の意味でしょだからこれえっ、ー、と手かけなんてこう書いてありますね。 えー、手掛けお目掛けおこれは同じことですけどあのおめかけさんとして、えー、雇った。で「えージアチョンえー、家中全て呼びて二者、えー、となすと」とその次ぐらいまで見てみますかねその次もあれだよね「超裕師玄玄不思縁春宝だしファンシアダゴウタン」。 こんなのもう完全に交互だよねこれねえこれをどう読むかこれは「またこれ」イエシーは「またこれ」とやっぱり正しく読んでるよねこれね「またこれ」戦前えーシーフェンチュンボ十分白球ならざるの時ねえ今みたいにひどく貧乏にならなかった時に「ファンシア」「ならし」「ならし下す」の えー、高騰なりと、高、え、湯、ー、っていうのはそのちょっと古い言い方だけど、まあ今だったらシーチンぐらいのところでね、そういうことだという意味ですよね。これはつまりそんなおめこんな貧乏になってどんどん家が小さくなっちゃうような人に、えー、とおめかけさんがいるなんていうのはね、おかしいじゃないかっていう話ですよね。でもこれはえと元々、えー、あんまり貧乏でなかった時に。 えしたことなんだとおめかけさんをまああの目とったっていうのはえそんなに貧乏でなかった時にやったことなんだというまあそういうことですねでこれまあなかなかこれを本当に今ずっとあのまだまだ先もずっとありますけれどあの訓読でこう読もうっていうとね結構苦労してますけどあのまあこの岡八九先生なかなか頑張って やってますよねで特にあのこういう場合に、えー、とこの左側にこの何て言うか意味を書いてくれてるわけだ例えばねこの「要建地だンジやこの検築なんていうのを「家督」と入れたりねあのそれから、えー、とす,すなわちこれ販路上の出家と一般ってこの「いいパン」なんていう字も あのこれ一般だけじゃ全く意味分かんないですよね日本語としてはね。だからこれちゃんと同じことってこう言ってくれるとあのすごく分かりやすくこれもできているというようなことでえまああのもともとこの訓読法っていうのは今までもお話しているようにえ中国語の文言ですね文言を読むのにまあ本来適しているやり方なんだけど。 やっぱりこう面白中国からこう新しい白話小説っていうものがまあ明代ぐらいから出てきてねそれが日本に来てでそれをやっぱりどううししても読みたたいと思ったんでしょうねでそこでまあいろいろやり方はあったまあ翻訳をしちゃう場合もあるしえもあるんだけどその一つのやり方としてもう非常に苦労して。 あのこれをこう訓読をして出したというまあそういうこともあるというねまあそういう例としてあのこの「小説制限」をあの読んでみました。それでえとその次にですねえやってみたいのがあの今度は具体的にえとこのあさっき消しちゃったけど「 あの日本にこう三元っというのが伝わってきてでそれが、えー、と日本的な物語に、まあ、書き換えられるわけですねつまり読み本というやつになるわけだけど、えー、とその時に、えー、これはまあ前回、えー、その「牡丹ん灯籠」の話でも、えー、と中国の原作と、えー、日本の物語でだいぶ話が変わってたよね。例えば えと真冬の幻想説にお化けが出る話だったけどやっぱり日本人はそんな真冬にお化けが出るわけはないと思ってるからあの夏のお盆の時に変えてたりとかね、まあ、そういうことって多分あると思うんだけど今ここで、えー、とこの白話小説っていうものこの白話小説っていうジャンルが今度は日本で、まあ、読み本というこの、まあ、いわゆる物語読む物語にこう変わる時にですね どういう変化、が、あの、出てくるんだろう、ということを、あの、具体的な作品で、考えてみようと思うんですね。で、これは、あの、今回取り上げられ、てみようと思うのは、あの、例の有名な、えっ、ー、と、白蛇伝。白蛇伝、倍賞一話の話です。で、えっ、ー、と、形成通言に、えっ、ー、と、バイニャンズ、ヨンチェン、レイフォンターという、えー、白状紙、永遠に。 ええー、来訪島に沈めらるという物語があるわけですけど。それを、えっ、ー、と、さっき書きました。あの、上田明成の。ええー、雨月物語の中で、えっ、ー、と、邪星の陰というね。えー、物語に、これはなってるんですね。で、これを。ちょっと、次回、えー。かなり詳しく、比較して。 考えてみようううというふうに、えー、と思いふに思ます、えー、とちょっとあ,の、まあ、あと12分ありますけどあのまあなんとなく今日は、えー、ここで切りがいいところになりましたので、えー、と今日は、まあ、ここまでということにしましょうか、えー、どうもありがとうございましたじゃあまた来週、えー、その続きを「えー、知恵ティーンシアホイフェン知恵」っていう感じで <laughs>、えー、やってみたいと思いますのでじゃあまた来週。えー、じゃどうも失礼します。